どうもこんにちは、チャックバスです。今回紹介していくのは空港からマンハッタンまでの、交通手段について紹介していきたいと思います。マンハッタンまでの交通手段として、高速バス、電車、タクシー、ウーバーであるんですけども、まあ、一番下のウーバーってのはこれは個人タクシーなんですけども、それぞれですねメリットデメリットを見ながら紹介していきたいと思います。それではですね、一応表に、一応これは JFK からマンハッタンの交通手段としてざっと表にさせていただきました。まあ、一番左に書いてあるのが交通手段で、それに対しての値段、時間、利用するにあたっての分かりやすさですね。あとは、行き先ということで、まあ、基本的にこの行き先から説明させていただくと、やはりマンハッタンっていうのは、ハドソンリバーと、イーストリバーに囲まれている島国なんですね。ですので、このマンハッタン島に行った後ですね、結局は一番最初に皆さん行かれるのは基本的に予約されているホテルになるかと思うんですけども、やはりこの行き先がですねどこまで行ってくれるかっていうのでやっぱり変わってきますので、まあ、この一番上の高速バス、NYC エアポーターの場合で見ていきますと、こちら基本的に、グランドセントラル、ペンステーション、オーソリティバスターミナルということで、こちら3台の駅とバスセンターに行ってくれます。で、23丁目から63丁目の各ホテルまで行ってくれるっていうサービスもやっています。ですがこれは事前に係員の方に申し出なきゃいけないのと、やはりこのサービスを使う人も、これは多分2、30人ぐらい乗れる本当に大型の日本でいう高速バスみたいな感じなんですけども、それにほぼ満席もしくはまあ8割9割ぐらい、私が今まで行ったニューヨーク旅行ですと乗車率があります。ということで、ホテルまで送っていただくってなると、多分基本的にマンハッタンまでは1時間から1時間ちょっとぐらいで行けると思うんですけども、倍以上かかってくると思っておいた方がいいと思います。ですがこちらはですね本当に値段的には16ドルで、往復で、一気に申し込むと往復で30ドルということで、少し値引きがあります。でこちら利用する分かりやすさってことなんですけども、初めて行かれる方は私は高速バスをおすすめしますね。なぜかというと、JFK の空港に着いてからで、バスセンター、まあ、あの空港に備え付けの、ね、看板でバスって書いてあるんで、そちらに行っていただくと緑の NYC ポーターのジャンパーを着た方がいるので、その人に話しかけるっていう形になるんですけども、基本的には縦看板みたいな感じでここに並んでおいてください、この近くにいてくださいみたいな形で、看板があります。でそこに、立ってると係の人が来てくれる、もしくはそこに係の方がいるっていう形で、あのチケット見せると載せていただけるみたいな形なんですね。基本的にはこれが一番分かりやすいです。で注視いただきたいのは、私はこの空港で白タクにあって、4、500ドルほど、ぼったくられた上にどこか分かんない場所で降ろされたっていう経験がありますので、この空港っていうのは本当に観光客の方が一番詐欺に遭う率が高い場所なんですね。ですので特に注意していただきたいのと、日本みたいに困ってる人がいてすごく親切に助けてくれると思ったら、そういう詐欺に遭うみたいな形ありますので、特に注意してください。なので初めて行かれる方はこの NYC エアポーターのバス、とても分かりやすくて運賃も安い、まあ基本的にはグランドセントラル、ペンステーション、オーソリティバスパーになるから、自分でメトロに乗ってホテルまで行かれた方が私は時間的にすごい融通が効くのでいいと思いますっていう利用方法ですね、いいかなと思います。
スーパーシャトルの次にスーパーシャトルのワゴンなんですけども、こちら、値段的には20ドルで、こちらホテルまで送ってもらえるので、変動はします。でもちろん何人乗るか、そして場所によって時間が結構な開きがあります。でこれの乗る場所なんですけども、私何回か泊まってるのこと自体は見たことあるんですけども、利用したことは正直ありません。で、聞いた話ですと、定位置ですね、それがあんまり決まってないみたいなことも聞いたことがありますので、3種類ぐらいのワゴンがあるかと思います。車の種類ですね。それを事前にインターネット等々で予約して行かれると思うんですけども、その時に車のどんな感じの車が来るのかっていうのは事前に確実に見ておきましょう。もう本当に分かんないと、まあなんていうんですかね、日本の走ってる車が、日本人はやっぱり見慣れてると思うんですけども、現地で日本の車は走ってるんですけども、やっぱり見たことない車ばっかり、やっぱりアメリカの車がばっかり、まあ半分半分ぐらいですかね、印象的に。でもやっぱり日本の交通状況とやっぱり見た感じ違いますので、キョロキョロしてると白タグの人に声をかけられるっていう危険性もありますので、事前に確認することをお勧めします。このスーパーシャトルはマンハッタンの駅どこでも行っていただけますし、ホテルなども行っていただけます。ですが、場所によって値段が変わりますので、このホテルでいくらですかっていうのを事前に聞いて乗ることをお勧めします。次にエアトレインと MTA、 こちらは電車ですね、ニューヨークが走っている電車なんですけども、こちらを利用する場合、こちらは値段的には一番安いです。エアトレインっていうのは空港に、JFK っていうのはすごい大きい空港で、まあターミナルが分かれているんですね。それをつないでるのがエアートレインっていう、まあ日本でいうモノレールみたいな感じですかね。ターミナルとターミナルをつないでる電車みたいな感じなんですけども、それを乗って、ジャマイカステーションっていうところで、E 線、J 線、Z 線っていう、これ全部日本でいう山手線、田園都市線みたいな、横浜線とかそういう電車の種類なんですけども、これに乗ってマンハッタンに、目指すという形ですね。こちらは料金は本当に6ドルで済みます。でニューヨーク観光するにあたって、メトロ、電車のチケットですね、基本的には、5日、6日、7日っていう旅で行かれる方は、この MTA のチケットを毎回買うんではなく、アンリミテッドっていう乗り放題のチケットが1週間で販売されてます。そちらを購入することをお勧めしますね。やはり毎回お金を払っていると時間もかかりますし、何よりめんどくさいですね。で、1日の中で基本的な移動手段というのは基本的に電車になると思いますので、本当に元を取るぐらい乗ると思っててください。特に、現地滞在が5日間とか6日間とかある場合、本当によく乗りますし、全てタクシーを利用していると、まあタクシーの場合、まあ、すごい近ければ1メーターで済むんですけども、まあ、そうは言ってられないと思いますので、特に帰り夜遅いとかいう場合タクシー利用すること多いと思うんですけども、基本的に日中は電車をお勧めします。安いですし、何よりタクシーばっかり使っていると本当にお金がかかります。でこちら所要時間は 4,50 分ということで、エアトレインでジャマイカステーションからマンハッタンの駅、グランドセンタル、ペンステーションなどを目指していただくと思うんですけども、やはり乗り換えがあります。日本語表記はありません。ということで、初めての方にはこちらの手段は正直お勧めします。日本から直通で、行ける JFK もしくはラガーディア、私はラガーディアの方で
一度、電車でマンハッタンに目指したことがあるんですけども、やっぱり初めてじゃないかったから良かったなっていう感じがします。なぜなら、ニューヨーク空港からじゃ、マンハッタンに目指す場合、ニュージャージートランジットっていう電車にまず乗ります。それで、途中で乗り換えます。ニューアークっていう駅だったところで乗り換えます。でそこでまた、メトロに乗り換えて、電車に向かうわけなんですけども、ニューヨーク、ニューアークっていう駅がですね、ニュージャージーにもあって、ニューヨークにも同じ名前があります、まあ、そういう、まあ、分かりづらいっていうのはやっぱあるんですね。それがやっぱり初めて行かれる方だと本当に分からないので、まあ、これから日本語表記とかもね、完全に全部あればおすすめするんですけども、基本的に英語表記が中心です、まあ、それは当たり前ですね。英語表記しかほとんどないと思っておいた方がいいです。この電車のアンリミテッドって先ほど話した乗り放題のチケットも、あの主要な駅、グランドセンタルとかペンステーションとかだと自動券売機があるんですけども、そういう大きい駅だと日本語表記があったりもします。日本語が選べたりもしますということですので、まあ初めての人にはまあおすすめしないですかね。やはり行き先はマンハッタンの駅になりますので、そこからまた最寄りのホテルに、どこかで乗り換えてっていう形になりますので、最低でも1回か2回は乗り換える感じになるかと思います。で次にタクシーですね。高速代込みで68ドル、これはもう、決まってるみたいですね。この NYC タクシーっていうのは、イエローキャブと呼ばれている、黄色いタクシーです。画像も一応載せておきますので、こちら、見て NYC タクシーって書いてあるので大丈夫です。あの今黄色いタクシーと黄緑色ですかね、ニューヨークの市が運営しているタクシー2種類あります。黄色いタクシーに乗ってください、まあ、緑のタクシーは何ですかっていうのはまた、どこかの動画で詳しく説明させていただこうと思うんですけども、緑のタクシーは基本的に郊外の ニュージャージーにクイーンズ、ハーレムとかマンハッタンからちょっと離れた場所にタクシー、まあ、専用タクシーみたいな感じですかね。か基本的に、マンハッタン内の、行き先を言うと乗車拒否する権利を与えられているっていうタクシーですね。まあ、このタクシーの話はまたどこかで詳しく話していきたいと思いますので、このようにさせていただきます。こちらイエローキャブは、68ドルで8時間程度でマンハッタンに着きます。まあ、基本的にマンハッタンのホテルのどこでも同じ料金でっていう話なんですけども、人によってはチップで多めに取られたみたいな話も聞きますんで、まあ、そこは臨機応変に払いましょう。私は、一度二度利用したことあるんですけども、基本的に60ドル、高速代込みで、チップ込みで68ドル、まあこのぐらいで済んだかなっていう感じですけど、そんなに詳しく覚えてないのと、まあ現地でドル計算で基本的には私はクレジットで決済してたんで、まあ、大体こんなもんかなみたいな感じで払ってたんで、あんまり気にならなかったんだけど、まあ、ひとまずこのぐらいの値段で、まあ、ホテルまで行っていただけますのでね、それがやっぱり大きいかなと思います、どっかの駅で降りてまたっていうのを、それをスーツケース引きながらやるっていうのがまた大変なんでね、タクシー初めて行かれる場合はおすすめします。でその下にもう一つ Uber っていうあるんですけども、これもタクシーなんですね。これは、今急成長してるって言っても過言ではない、個人タクシーの、アプリですね。こう日本でもサービスがあるんですけども、まあ事前にクレジットカードの登録等々を済ましておくと、今ここにいるから、 GPS 携帯の GPS を使ってここにいるから、ここまでの、行けるタクシーありませんかみたいな感じでアプリで申請すると何個か候補が出ると。で値段もその時に出るということで、高額請求が、私が被害に遭った白タクみたいなのも
合わないです。いますで、こちらはアプリから決算、行き先まで入力します。で、降りたと同時に、レビュー感じで、この運転手さんどうでしたか、このレビューによって運転手さんの、質もしくはあの会社の待遇が決まっていくので、運転手さんもすごい親切にやってくれます。そういうのが良くて、今急成長してるんですね。まああのイエローキャブはメーターはあります。ですがウーバーの場合はない場合があるので、まあ、それが心配だっていう場合は、タクシーのイエローキャブを利用することをお勧めしますが、基本的にあの乗ってお金のやり取りはウーバーの場合しないので、まあ私の印象だと私は国内でしか使ったことないんですけども、基本的には詐欺まがいになることはあったことがないの で特にタクシーの運転手さんは気配りすごいしてくれますし、何よりは評価を上げようと頑張っているので、あのすごい親切に対応してくれると思います。まあこれは本当にどこでも行っていただきます。マンハッタン、まあ基本的にはマンハッタン以外どこでも可能です。まあ、行き先を指定してそれに対して車が来るみたいな感じなので、まあ、そういう点ではね一番利便性が高いかなと思います。で、特にまあ今回はこれ JFK からマンハッタンのお話をさせていただくんですけども、またこれが帰りになった時に、マンハッタンから JFK、 マンハッタンから、ニューヨーク空港、そういう場合もこのウーバーは探してきてくれて、そこまで行ってくれますし、この場合イエローキャブの場合は帰りのお客さんを拾えるかっていうのを運転さんが考えて、拒否されたりもします。帰る逆のパターンですね。マンハッタンから JFK とかマンハッタンから長いとか、そういう時にちょっと帰りの人を拾えないかもっていうことで乗車拒否することもあるそうなので、まあ、もし帰りでもう乗車拒否されたりしたら、もう Uber で頼んで帰ってみるのも手だと思います。もしくはこの NYC エアポートですかね。帰り道の場合、まあ、グランドセントラルの近くに乗車口があります。これはちょっと本当に私もちょっとよくわかんないんですけども、私が利用した時、帰り道ですね、グランドセントラルのそばからその JFK まで行った時なんですけども、1回目で2回ぐらい利用したことあるんですけども、毎回場所が違うんですね、乗車口が。なのでそれは本当にインターネットで、ね、事前に調べることをお勧めします。本当に看板が出てるんですけども、1回目2回目も看板の場所も違うし、人この緑のジャンパー着ている人も違うし、いる場所ですね。なので、まあ、あのインターネットで、ね、よく調べて行かれることをお勧めします。それではまとめに入っていきたいと思います。まあ、今回、私が一番お勧めさせていただきたいのはこの NYC エアポーターですね、もしくはタクシーですね。初めて行かれる方はこの2択で考えて行かれた方が楽だと思います。こちら、NYC エアポーターで検索していただくとこのような感じで出ます。で、スケジュールっていうところからグランドセントラルから JFK、 グランドセントラルからラガーディ、ペイステーションから JFK っていう感じで全てがありますので、選択していただいていくと次のページになって、Google ですと、日本語は選択できるようになってますので、場所ですね、一方、これ一方通行っていうのは片道ってことですね、往復っていう感じで、場所乗る場所ですね、グランドセンターか JFK なのか、まあ、今回は JFK からマンハッタンということで、JFK からグランドセントラル、ラガーディア、エアポート、ポートオーセティバスターミナル、ペイステーション、ニューアークエアポート、まあこれはグランドセントラルにしてみましょうかね。で、グループコード、これは割引のコードだと思いますね。
まあ基本的には、まあ、片道で先ほど言った通り16ドル程度ですかね。で往復だと少し値段が安くなるという形になります。で次に押すとページが切り替わって名前フォトを入れる画面。このワンウェイラウンドトリップというのが、片道と往復という形ですね。でスケジュールを、何月何日入れてピックアップロケーション、これが先ほどの、出発場所ですね。グランドセントラルが降りる場所、あとはまあ大人何名子供何名みたいな感じですね。まあ片道だとまた値段が変わっていくっていう感じですかね。はい、まあ、今回簡単に、空港からマンハッタンまでの、行き方を、紹介させていただきましたけれども、本当に初めて行かれる方は本当に、NYC エアポートもしくは、イエローキャブ、ウーバーを使ったタクシーで行かれることをお勧めします。まあ、NYC エアポーターで行かれる場合は、降りた駅から、ね、ホテルまでは歩いたりまた電車に乗らなきゃいけないんですけども、まあ、こちらすごい安いんでね、マンハッタンまではとりあえず安く行けますので、まあ、そこからまあ電車に乗るなりタクシーに乗るなりっていう選択肢もあると思います。まあ、タクシーももともとタクシーで空港から行かれた方が一番楽なんですけども、これを使う、タクシーを使うと、まあ、この NYC エアポーターで行くより本当に倍以上費用的にはかかんできますので、まあ、どちらを取られるかね、めんどくさいのは煩わしいのが嫌だなっていう方はタクシーで行かれることをお勧めします。今回の、ね、動画はこの辺りで終わりたいと思います。最後までありがとうございました。また次の動画でね、お会いいたしましょう。